えー、こんにちは。今度こそね、成功させたいですね。まあなんかね、克服しなかったことって、その問題っていうのは、いつまでたっても自分にまとわりついて、自分の新しい挑戦の邪魔をしてきますよね。まあ、例えば英語なんですけども、私ね、今ね、まあ、自分の子供に英語を覚えてもらおうと思って、キンダーガーデンスクールの方に会話してるんですけども、でもね、私自身、今50になろうとしてるのに、いまだに英語を克服してないんですよ。その私がですね、英語は大事だよとかね、英語を覚えろよとか言ってね、 で覚えろと言ってる自分が学習しなかったらそれはまあない話だなと思いまして今度こそ私はね英語を広告しようと思ってまあ日々ね勉強してるんですけども考えてみたら中学の頃にきちんとやっておけばそれでよかったわけですよ、ね、もしくは大学受験の時にマスターしておけばよかったわけですよもっと言ったらその後ね社会人になって落合沼留学ノバに行ったし1か月通ったんですけどもその時にやっときゃよかったんですよなんかね仕方なく授業を受けてるからいつまでたっても身につかないんですよね で仕方なく言われたからネットビジネスのカリキュラムやってるとかね仕方なく動画を上げるとかねそんなことやっていくからダメなんですよ自分で興味を持ってこれがマスターできたらどんな未来が待ってるのかってことを明確に自分でね想起しなければならないかなと思いますね例えば英語が喋れるようになったらこれはねすごく便利だなと思うのは英語の PDF とか英語のブログがパラ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 読めるんですよ今ねロッキーの続編のクリード3っていうのが えー、制作されてるんですけどもクリード3の情報っていうのはね当然日本語のサイトってあんまりないんで現地のアメリカのサイトを見るしかないんですよでそうすると2022年に公開されるそうだってことも出てたりとかねいやワクワクするのは楽しみだなと今度はねロッキー3でできたあのクラバンなんだかなんていうか忘れちゃったなんか黒人のものすごく怖いねボクサーが出てくるんですよプロレスラーみたいな うん、まあそれと戦うらしいんですけどそれの子供とか何かこと,こと戦うらしいんですけどねまあそういうところまでは何とか読み取れたんですけどね、うん、であとね、あのー、最近の香港映画っていうのはここ何年か10年ぐらいの香港映画っていうのはみんな英語なんですよねまあもともと英語だったのかもしれませんけども特に今はあのー、東洋の人がね英語をしゃべりながら映画で演技してるんですよ。だから英語がスラスラできなければ今 世界的な俳優にもなれないっていうねそんな時代ですよねただ日本人で世界に関するビッグな俳優が生まれないのは言語の問題じゃないかなと思うんですよこのように克服しなかった問題っていうのはいつまでたっても自分の足を引っ張るんですよねじゃあお金を稼ぐ問題行ってみましょうかサラリーマンやってなかなかお金が稼ぎないよし起業するぞと思って会社をやってもダメとお店をやってもなかなか儲からないえそしてアフィリエイトやってみたも儲からない転売やってみたら儲からない 何が儲かるんだと FX か暗号通貨か全然儲からないどこに行っても儲からないこれなんででしょうかそれはですね儲けるセンスを身につけてないから何をやってもダメですよそれこそ運転技術未熟なんだからどの車に乗ってもね事故っちゃうんですよだからまずは自分の内側をしっかりと構築することかなと思いますよねそうするとですね自分の自分が何をやっても結果が出るような自分になっていればいいわけなんですよ まあ,あのね、象徴的な例があの言葉ですよね。塾に入ったら確実に稼げるんですかと。稼げなかったら保証してくれるんですかと。バカ野郎って感じですよね。逆に言わせてもらうよと。塾に入れてあげたらカリキュラムちゃんとやる保証はあるのかとね。やらずにですよ。やらずに結果が出たら俺の塾いらねえじゃないかって話ですよね。このカリキュラムをちゃんとやるから結果が出ると。ね。それをやるからあなたが塾生として迎えられるんだよと。 やりますとか言っててね入学課長を出ししくるわけでしょ私の方にも並々なる決意を書いてきますよ。なのにね、はい、じゃあ入塾です。カリキュラムこれですって言ったら、途端にやらなくなるんですよ。なんか入塾する前の無料動画を見てた頃の方が熱心だとさえ思いますよ。そして、なんとかそか可塾入れてくださいっていうふうにね、お願いしてくれるその時の気持ち、なんで入塾したら忘れちゃうんだろうなと思いますよね <laughs> だからこれはね。 釣った魚に餌をやらなないい現象と言うんじゃないですかね,、うん、ねなんかこう恋愛関係になってね「結婚してください」とか言ってね「彼女になってください」とか言ってその関係になった瞬間冷たくなっちゃうみたいなねまあ人生ってのはそういうものかもしれませんけどねいやでもねこうやってね毎日吉谷さんに語りかけて吉谷さんから語りかけられて何なんですかね毎日ですよ365日の吉谷ライフみたいな感じでね 私の人生にはすでに吉谷さんが必要不可欠といいますから <laughs> <laughs>、うん、当たり前の存在になってますね場合によってはねあの一、ー、日朝昼晩と食事をする時間よりも <laughs> 吉田さんに関わってる時間の方が長いんじゃないかなと思うぐらいですよねそんな人生あなたは過ごしてますかではいってらっしゃい